正面に礼。よーい、いただきます。前、頑張って前。はい、立ち方は前屈立ち、最初に三本突きを行います。まずゆっくり、いい、陣中を攻撃する上段突き、そして水月を攻撃する中段突きを2回。次に中段突きへの受け技から、いい、まず中段外受けで相手の中段突きを受けます。2、牙立ちになって相手の脇腹に鉛筆を攻撃します。3、裏剣打ち。4、前屈立ちになって逆突きを行います。もう一度ゆっくり行います。1、2、3、4。では実際の速さで行います。ゼン、はい、待て、はい、後屈しておきに構え、はい、後屈立ちという立ち方、敵の攻撃を受ける際の立ち方になります。1、後屈立ちで相手の中段突きを手刀を受けて受けます。2、前屈立ちになって4本抜き手で水月を攻撃します。もう一度ゆっくり行います。1、2、それでは全力で行います。ゼン、正面に、はい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 、
自衛隊の七条駐屯地で格闘技の教官をやっております岩崎と申します。本日はお招きいただきありがとうございました。ご存知の方もいると思うんですけど、日本憲法という武道は競技武道です。棒をつけた殴り合い、叩き合い、組んでの投げ、組打ち技、こういったものを駆使して戦うので、一概にこう実践的というふうによく言われます。でもそれは力任せにただ叩き合ってるんじゃなくて、突きや蹴りの基本というものがあります。この狩猟の方という方はその基本を表しているという方です。若干説明します。突きには最初にやったこの波動突き、至近距離で腰が回らないときに体全体の波で行う波動突き、それから自分の中心、水月から陣中までまっすぐ突く直突きで、日本憲法には直と円運動で成り立ってますので、直突き、横打ち、上げ打ち、斜め打ちというバリエーションがあります。で、蹴りについては今行いました蹴りについては基本的な上げ蹴り、空手で言われる前蹴りですね。で、横突き蹴りで、この方にはなかったんですけど縦の突き蹴りというのもあります。腰を入れて前に押し込む突き蹴りで、申し遅れましたけど、さっきの波動突き、これを一番使うのは相手を投げ倒して制するときに至近距離で体重を乗せて波動突きというふうになってます。で、私正直ちょっと後半一部間違ったんですけど、後半は受け反撃の型になってます。最初に後ろ剣の面直突き、これを横受けをして胴突き、一人二指になってます。この胴突きを下受けをして外打ち、その外打ちを横受けをして胴突き、全てはこの自分の中心線に向かってくる攻撃を斜めにさばいて反撃をするという基本的な型になっています。もし来年もお呼びいただけならば、防具をつけた試合ともご覧になっていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。本日はお招きいただきありがとうございます。無双剣武術会です。こちらは、無双剣武術会の代表の山本和夫師範となります。よろしくお願い申し上げます。無双剣というのは、精神で全てやる剣なんですけども、それにつきまして、代表の山本師範から今説明していただきたいと思います。山本でございます。我々精神の剣でやっておりますので、100% 精神になっちゃうんですよね。所作がないもんですから、限定された所作がないということなんですけど、心によって、反応によって神経が動くということなんですけど、実地で演武って言っても、実地演武なんですよね。約束がないもんですからどうなるかわからないんですけど、早速やってみたいと思います。では、お願いします。
でまず我々通常の真剣で上位のものを行っているんですけど、今日は模造刀を使いまして、そのまま約束なしにどうなるかやってみたいと思います。ではまず始めてください。どうぞ。もう一度やったら赤崎市長の説明をお願いします。はい、じゃあどうぞ。ちょっと今最後に押し上げになってしまったんですけども、途中では温かい温泉の状態で無双剣が出たということでよろしいですか。無双剣と無双剣が出たんですけども、お互いがちょっとぶつかった状態になってしまいました。はい、舞のように舞いながら無双剣というのがありまして、ちょっとそれやっております。こういうような形になるんですけど、もう勝敗はもう一切捨てたときですね、こういうことが起こるようです。完全に捨てきらないと起こらないですね。なんかあると向こう打ってきますから。で妄想道ですから、ちょっと余裕がない。何か思いがあれば打たれてやる。かからないはずですか。かからないはずです。かからない。はい。今度はちょっと、もろ手でちょっとやってみます。どうぞ。これも力でも、なぜかこういう現象が起こります。まあ昔からこの神妙拳とか金剛拳とか言われているようですけど、もう一度やってみますね。一番早いのでどうぞ。このようなことが起こりますので、じゃあこの辺でよろしいですか。じゃあ皆さん来てください。では無双拳でした。どうもありがとうございました。
はい。ではよろしくお願いいたします。感電という言葉がトライからあるのですが、どうも捉えづらいところがあります。まあ、意識というものが人はあるわけですが、これを一つの形としたときに、それが肉体となって、それがパフォーマンスもしくは精神に反映すべきだというふうに僕は常々思っています。で、その武術という観点からすると、やはり感電というものが一つのこう力となり得るというふうに僕は常々思ってきました。確かに呼吸一つでそのお腹の状態、精神の状態、いろいろ変わってくるわけですが、呼吸ですね。ただその呼吸だけですと、ちょっと僕の場合は片手落ちではないかというふうに今までの自分の修練の中で思うところがあったわけです。で、今からやるのはですね、肉体としての、まあ、腹ですね、もしくはその腹周り、腹を中心にした一幕でしょうか、帯みたいな形でその筋を活性化させて、それを構造ですね、人を支える構造として作り上げていきます。で、その構造そのものが運動することによって姿勢が崩れない、力のロスがなくなるというところをやっていきたいと思います。まずはダルマ四股ですね。普通にやります四股ではなくてですね、まあ、中腰を取ります、中華国武術ですと、まあ、こうですね、都市の格闘技ですと際立ちみたいな形になっていただいて、親指ですね、親指、そこの親指ですか、もしくは親指をちょっと差し入れて、鼻緒ですね、鼻緒ですね、鼻を掴むような感じですね。で、少しこうそこを意識しながら左右に体をこう揺らしていきます。で、揺らしながらですね、お尻の穴を閉じてですね、ご自分のお腹の方に引き上げるような感じですね。中国武術ですとこれ抵抗とか修練とかいう言い方をします。この状態でですね、少しこう腰を落としながら上半身を楽に揺らしてますとですね、結果的にお腹周りの筋肉の緊張が促されています、まあ、もちろんその中にあるそのインナーマッスル、腸腰筋なんていうのは使われているわけですが、まあそこはなしにしてですね、お腹周りに意識が集まるような動きを複数回、まあ、僕がお教えした方はなんか2、3時間やってたという方もいるんですけど、あんまり無理にやってしまうと腰を痛めてしまいますので、そこの緊張が促されるような感じであります。やっていけないのはですね、蹴っちゃうことですね。ぐんぐんと蹴るのではなくて、片足に下がったら少しこう脇腹を伸ばすような感じで足をガラッとしてください。で、結果的に持ち上がります。これは持ち上がらないと思います。で、常にこうお尻の穴を通してですね、腹腔内部の緊張を作っておきましょう。腰椎を守るようにですね、はい。で、これでまずはお腹を中心にですね、はい、お腹周りの筋肉群を活性化していきます。これも一つの構造だと思います。で、次にですね、そのお腹の横ですね、僕はサイドセンターという言い方をしているのですが、センターというのは中心軸に捉えられる体の中心ですよね。このですね、横の方に2本の線を作っていきます。大体ですね、胸骨の、ないですね、鎖骨とをずっと内側にたどっていくと、胸骨との境目、胸鎖関節というのがあるんですが、そこからですね、まっすぐに降りていくと、大体股の内側の付け根ぐらいのところですね。このラインをですね、構造としていきます。一つのこうシャフトとして意識しながらですね、そのシャフトを内側へこうひねり込むような感じ、回していくんですね。体だけですとどうしてもこう中心から体を回してしまったりブレていくので、同じ側の腕を内側へひねり込みながら、ひねり込みながら下へこう拳を下ろしてください。で、この時にお尻が後ろへ見せてしまうとですね、ラインが崩れてしまいますので、お尻が横に出ないようにしながら内側へ巻き込むようにぐるぐるっとこう、ね、少しこう筋肉の緊張を作っていきます、はい、このお腹の横にまでここ入っていくようなラインですね、はい、OK です。
経験もしくはシングル貢献をやってる方はご存知だと思うんですが、これ側対面の位置ですね。腰をひねらない、経験では流用もしくは流進と言われるんですが、これは何を意味しているかというと、流っていうのは腰がないんですね。体全部が腰なんです。ですから体はひねらないんですね。腰へその側対面の位置をこのシャフトの内側のひねり込みで作っていくんですね。はい。でお尻が逃げないようにしていくと、この丹田のさっきの緊張感の横側に一つの一本の、まあ、テンションというんですが、発達線が出てきます、うん、この構造を内側に回しながら運動させていくと、結果的に体がこういうふうになってますね。はい。でこれも反対側でもやっていきます、はい、お尻が逃げないようにします。胸鎖関節から股の付け根までのシャフトを内側へ入れていくような感じで、腕を内側へ絞りながら下へ下ろしていきます。でポイントは、確認していただきたいのは、この運動で側対面が一斉に動いているからですね。腰でこう、お尻が逃げると腰が逃げますから、ググ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 グって感じですね。はい。独特な筋肉の緊張力感を使って体を操作しながら構造そのもので運動をさせていきます、はい。でまあ、終わった時に抜けてしまうんですね、力がね。できればこの緊張感が抜けないまま戻していきます。この緊張感が抜けないまま戻していきます。そういたしましたら反対側もですね。この緊張感が抜けないまま戻していきます。この緊張感が抜けないまま、はい、この緊張感が抜けないまま、ありがとうございます。はい、はい、この緊張感が抜けないまま、お線引っ張っちゃうかもしれません。この緊張感が抜けないまま、この緊張感が抜けない、緊張感が抜けない、緊張感が抜けない。で要するにもうこの構造が筋肉の緊張としてあるまま腕を動かしていきます。で時々腕の出す方向を変えてみます。これ同じことを行っているかどうか確認してください。見てくださいね。はい。同じことを行っているか確認してください。はい。で引いた時に抜けないようにしてください。はい、そのまま行きます。そのまま行きます。そうすると、力を抜かないまま腕を前と後ろに動かしてますので、力の観点から言えば、これは連綿不断ですね。連綿不断。途切れることがないです。打って終わって、蓄気、要するに呼吸ですね。終わって、また玉込めてやるのではなくて、そのままの状態で動かすというのが、腹、そして今の構造の動きで可能になっています。そしてこれをですね、負荷をかけたものになっています。はい、ちょっと負荷をかけていただいてよろしいですか。はい、ちょっと避けますね。いや、結構です。ありがとうございました。はい、はい、じゃあやってみてください。持っていただいてですね、今のこの緊張感ですね、はい、そのまま下へ下ろしていきます。はい、上げるときも一緒ですね、うん、OK です。よく動きますね。はい、じゃあ反対側の腕でもやってみてください、うん、力がね、最初ぶつかったりしますので、まあ、けれんではないんですけど、少しこう加減をしながらやりながらですね、確実にこの腹の緊張とさっきの構造ですね、構造そのもので運動しながら腕を操作しているのかというのを確認していただきます。はい、そんな感じですね。はい。でそれをですね、まあ、いろんな方向にやっていくわけですが、例えば腕をこう伸ばしますね。伸ばします。伸ばすときにですね、少しこう内旋させていきます。こういう動きですね。この動きです。ですからこの時と今の運動とこの運動も一緒にしてみます、
一緒にしてみます。要するにこの構造ですね、この構造で運動させることを念頭に腕を出していきますね。じゃあこれもちょっとやってみましょうか。はい、どうぞよろしくお願いします。じゃあ見てください。はい、少しこう力を加減しながら確実にお腹でやっている意識でやる。そうですね。はい、あ、そう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 ですね。はい、動かしますね。はい、はい、そうです。はい、そうですね。確実につながっているというところが大切になりますね。無理になんていうんですかね、意向地を張ってやってしまうと、ただの力のぶつかり合いになるので、ある程度のこの負荷を加えたまま程よくで、やってる方はこちらの方に意識が行ってしまったら一度やめてしまうというのが大切です。こうやってですね、まあ一例二つの例でやってみたんですが、実は僕の太極拳の根幹の動きはほとんどこれでやってます。腹で動かしてます。構造ですね。ですから構造そのもので動いていきますので、構造そのものが運動しますので、肩が崩れていかないんですね。肩が崩れていかない、はい、ということです。よろしいでございましょうか。あ、じゃあそれをこう、まあ、連関でやる動きだけをちょっとやってみましょうか。流形の基本法で皆さんでやってみましょう。はい、じゃあ流形基本法ですね、皆様もやってください。やってます。お尻が逃げると、お尻、腰に負担がかかって腰を痛めてしまいますので、側対面の一致を促すように流針ですね、流の身で動かしてください。はい、正中線で動かすのではなくて、正中線ですね、正中線で動かすのではなくて、あくまでも最前線ですね。はい、ありがとうございます。やっていきます。はい、いきますよ。はい、行きましょう。はい、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 巻きます。はい、はい、はい、側対面で一致。はい、外旋から内旋。はい、側対面で一致。はい、外旋から内旋。はい、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 じゃあもう一度ひねり込んでいきましょう。側対面が一致できているか確認してください。はい、お尻が逃げてないか。正中線で、中心で回さないで、あくまでもそこの絞りで動かしていく。で、腰がですね、この以上やるとひねるとひねってしまうところまで半身を取ってください。これで半身を取ってください。はい、反対側も。これ以上やると腰でひねってしまうというところまで半身を取ってください。後ろ向いてもらってもいいです。はい。そうです。じゃあそのまま拳前方、少しこう内側にひねり込みながらコークスクリューブローみたいな。側対面で一致できるか。はい、ということですね。まあこういうこう意識の構造になってくるので、完全にその関節筋肉の部位でやってるわけではありませんが、こういう意識を持って体を操作することによって、未開発のところがですね、どん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 こう顕著に使えるようになってくるということです。どうも、じゃあこれからにしましょう。どうもありがとうございました。